はいどうも、藤野 130KJ です。久しぶりにクレマスさんの動画バジをね、撮っていきますね。この台はちょっと攻略法があって、この手前初期位置で置いてもらった時なんですけどね、こんな感じでね、若干斜め気味というか寄せ気味で手前にこう上げて、はいはいはい、これもう理想的ですね。で、立った時にちょっとこう左に傾いてるんで、この次でね、すごい奥に倒さないように気をつけながら、右アームすごい寄せ気味で箱の、上側の底面に右アームのね、この腕を下ろして固定するイメージで、こんな感じですね。で、こうすることで左に置きた、はい、こう倒れます。これがね、ちょっと僕が最近編み出した3手取りの技ですね。これマジで使えるんで、結構ね、この形で手前気味に寄せておくっていうのをよくクレマスさん最近やってるんで、この取り方使える台だと便利です。こんな感じでラストは左で押すと OK きた、はい、ちょっとラストミスったかと思った、ギリギリゲットできましたね。はい、こんな感じでこの形の台全般で使えるんで、よかったら皆さんもプレイしてみてください。で、このバジの台もまだ残ってると思うんで、よかったらゲットしてみてください。